シャスナーガです。今回はこちら COD モバイルでドミネーションやっていきたいと思います。さあみんな A を取ってくれたまえ。俺は B を行くぞ。とりあえずなんか正面行けそうだから行くぞ。あ、やばいぞこれ。ナイス、いいね。 B 取れそう、いいじゃないですか。とりあえず B 取った。いいですね。ナイス。ここら辺なんかいそうですね。どうだろう。チャーリー取れちゃうの？逆に A 取られるね、これはね。どうしよう、タイミングが重要なんだけど。あ、いい感じにはまったぞ、こいつ。OK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 。よいしょ、よいしょ。え、消えた。ファッ。イエーイ。すまんな、これはいい場所取らせていただきましたよ。あ、やば、味方シャーン、味方シャーン、横にモール、ナイス、いいね。オッケーオッケー。弾は一応スカベンで回収してるんで多分問題ないぐらいは回収できてんじゃないかな。おら、いやー、ニキルゲット、いいね、ナイスですね。いやー、これで全、あ、でも地味に B 行ってんぞ。あ、チャーリー落ちたな。チャーリーにフラグ投げようかなと思ったけど、そんなフラグ持ってなかったわ。塔の昔に投げてたわ。あ、やばい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 、おーぶねー。おー、デスマシンゲット。どうしよう、とりあえずカウンターで嫌がらせ。あ、デスマシン消え、おー、勝った、いいですね。前半勝利、後半戦いきましょう。いいねいいね。後半戦やりつつ、そうだな、お、またなんでしょうねこれは。どこら辺、あ、でもまあ場所的には悪くないのかな。あ、ブラボ行ってる、ブラボ行ってるよ。なんかでもいるんだよねここにね。マジ、やべやべ、ちょっとと狙われてる。オッケー。いやー、この COD モバイル、このね、 MSMC がね、めっちゃ強いんですよ。本当に負け知らずって言ってもね、過言じゃないぐらい。こうやってね、あのラグインで、あの基本的にピンはもうなんだろう、100超え当たり前みたいな、そういう世界なので、こういうねレートゴリ押し武器がすごく強いんですよ。まあ製品版にというか、リリースされても強いかどうかっていうのはわからないんだけど、かなりね、あの強いです。なお MSMC は一応ね、課金武器なので、最初 COD モバイルのこれやってると、ポイント、 COD ポイントが5000ポイントもらえるんですけど、それでね、まあ買う武器の中では結構いいんじゃないかなっていう風なね、そういう風なね、おすすめ武器でございます。とりあえずなんか課金するんだったら MSMC を買っとけば間違いないと言ってもね、今の状況じゃ過言ではない。それか、あとは PDW ですね。もう一つ PDW もね、なかなか強いんですよ。これがまあ SMG だから、正直あの使える場面っていうのが近距離になるんだけれども、だけどその近距離っていう場面でおいてはかなりね、強力な相棒になるので、このレーザーサイトとのね相性がまあめちゃんこいいんですね。本当に、どこ行った、あ、 A、 嘘、 A 取られた。ほら、この距離でも倒せる。なかなかね、遠距離も行けちゃうんですねこの子。いや、それがやっぱりね優秀。あ、味方、あなたできたでしょ。ちょっとデスマッシュにしましょうか。このゲームね、なんか逃げてる敵に対してなんか弾全然当たんない現象があって、それが少しね最近の悩みですね。明らかにこう敵がこう、なんだろうな、逃げてる時とかの当たり判定がずれてるんですよそこがなかなかね難しいんだけど。 OK! というわけで、まずはちょっとね MSMC で1試合目というわけで、2試合目やっていきたいかなと思います。では2試合目やっていきましょう。はい、というわけで2試合目、こちらハイジャックのちょっとなんか負けてる試合の方に入ってきたな。珍しい。
珍しいですけれども、あ、 B が落ちそう。ちょっと待ってください。おお、敵がさ、敵がさ B と、あー落ちた、マジか。でもいけるでしょこれは。ちょっと待ってよ、とりあえずフラグ投げておきましょうか。 OK、 とりあえずフラグ投げといて、敵ね、うーうおー、やばいやばいやばい、あ、これちょっとやばいな。今の溶け方がすごかったんだけど、これが50レベルの世界なのか。ちょっと待ってくれ。でも C 取ってんだよな、味方。味方結構イケイケなんだよな。取ってるけど、取ってるけれども、 OK、 こっちか。 OK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 。 いや、やっぱ強いなこの MSMC。 いろ、おいおいおい、ちょ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 、お前ちょっとやばいやばい、君それはやばい、それはやばい。巻き戻し効果とかいうレベルじゃないもん、なんか超えてるよそれは。おい、危ない、ほらーやばいでしょ、やばいでしょ MSMC。 いや、これはね、ちょっとね、強武器と言っても過言ではないはず。 OKOKOK。 ただこれ拡張マガジンつけないと、すぐ弾切れになっちゃうんで、そこはしっかりねやっといた方がいいですよ。よし、後半ラウンドも MSMC でやっていこうぜ。いいですね。いやー、でもあれですね、このね、コールオブデューティーモバイル上下反転ってないんですかね。ちょっと僕コントローラー上と下逆なんで、ちょっと最近違和感がね、出てきてるわけですよ。たまーに COD の BO4 やった後にこっちやるとね、上と下が逆だなって思うんですよ。デフォルトで逆だからさそれがちょっとね、気がかりなんですけど。あ、大丈夫か B。 いけるね。オッケーオッケー。いや、でもこれ結構あれだよね、今まだ日本サーバーが来てないから、こういう風にゴリ押しの武器たちでこう戦ってる場面が多いんだけど、もう少しね、なんだろう、日本版出てラグなくなったら AR もかなりね使いやすくなるとは思うんだけどね。うわー、これだよ、このトリップマインは絶対死ぬっていう邪気がない世界だから、ちょっとね、パークとかもみんなね、邪気とかがまだアンロックされてないんですよね。だからこそまだ難しいところがあったりするんだけど、いやー、なかなかですね。おっと、 OK。 いやー、火力ある SMG はやっぱいろいろな、まあ最強 AKS とかもあるけど、まあ最強じゃねえな、最初は AKS があるかもしんないけど、まあ個人的にやっぱりこっちの MSMC の方がいいねって思います。とりあえずフラグ投げます。真ん中来るかな、これきっと。あ、ほらほらほら、移動してる時に当たんないんだよねこれ。それがマジね、なんだろう、ピンが130の世界って感じ、すごいよねほんと。いやー、これどうなんだろう、エネミー敵ブラボー。ちょっと待てよ、来た、来たというよりかは手をこまねいているって感じ。これだってデスマシンみたいな感じだよもはや簡易的なデスマシンになってるもん。おい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 、大丈夫かいお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 い、あ、味方やった、これやばいねこれ。いやー、いいですね。という感じで、今回は、ちょっとね、Call of Duty Mobile、COD Mobile のね、ちょっとね、強武器を紹介してまいりました。ぜひとも MSMC、課金武器なんでね、そこはもう、さっさと課金して、この武器をね、育てていくのが、まあ、いい感じじゃないかな、なんてね、思います。いいですね。途中参加して、なんかトップになったけど、素晴らしい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんぜひともね、まずはこちらの武器をね、ぜひともアンロックしてみてください。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。質問など何やら、まあいろいろなんかね、COD モバイルに関する気になる動画にしてほしいことなどなどいろいろあったら、またコメント欄にでも、受付していますので、ぜひともね、よろしくお願いします。それでは次回も、かかってこーい。なんか
かな、あれあれでね。おい来た、いいね。あ、ワンちゃんちょっと倒したいな、あれ。おい、あーいいね、圧倒的な火力。あ、虹光った、やったー、虹光ったぜこれ。待って、これいつまで続くんだこの。かもしれんけども、おーおーって感じですね。おい、あー、こういうなんだろうな、音響センサー系のこのなんか特性をちゃんと知ったらスチールも取れるんでいけるんで、こんな感じですよ。